久しぶりの全裸スタートですよ。なんでちょっと飛んでんだよ。何この状態。あ、着替えた瞬間だったのかな。いやでもこんな光景ももう見納めかもしれないんですよ。前回の動画終わった後、さらにちょっと時間を進めてですね、もう間もなく鬼ヶ原の寿命が、鬼ヶ原が寿命を全うする時が近づいてきたわけですね。多分この緑色のゲージが溜まったら寿命っていうことになるんじゃないかな。もしかしたら今回が最終回かもしんないですね。まあでもね、パンクもちょっと一人になっちゃうのがかわいそうではあるんだけど、最後に孫の顔でも見せてやればよかったかもしんないんだけどね。お前いい年こいてさ、ジジイになってまでさ、ほんとやめろよ。やめてよ、大人げないから。ちょっと待った、ストップ。君の名は何、この運命的な、え誰、田中ルイス。いや、やっぱ鬼ヶ原たちも年取ってきてるからね、街にさ、今まで出会ったことのない若者がいたりすんだよね。こいつとか誰だ。あ、これパンケーキか。老けたなぁ。ちょっと仲良くなろうぜ。もう寿命残り少ないけど。モヒカンの人間見つけたら仲良くならざるを得ないからね。しかも同じ色。え、緑のモヒカンのやつはさ、前に何回か見たけどさ、鬼ヶ原が青にしてから青の人に出会うって運命的でしょ。俺やっぱ鬼ヶ原がなんかトレンドを作ってんじゃないのかな。むしろ彼のファッションがさ、世の中に影響を与えてる部分あるんじゃないですか。まあそれならこのね、中山きんに君スタイルの服装も流行ってほしいけどね。う、家入ってったな、普通に。すっと仲良くなったな。え、本当にもう行かなくちゃって、お前なんだよ。帰っちゃった。家入った途端に、お、何ナチュラルにセッションしてんの君たち。ずるい。何気にリバティもちょっとギター上手くなったりしてんだよね。なんかさ、鬼ヶ原がギターのレベル10だからさ、クリックすると指導するっていうコマンドが出たりするんだよね。指導するとすげえ早く上手くなったりしてさ。お前2人が演奏してんのにテレビつけるんじゃないよ。邪魔でしょ今これ。なんでここでテレビ見るんだ。邪魔すぎるでしょ。ちょっとパンク、バイオリンやめてあげて。本当に。まあパンクも大人になってね、ティーンから、まあ、まだ仕事にはつかせてないんだけどさ、まあこの太ももの筋肉のつき方、やっぱこの2人の娘だよね。筋肉家族だよね。割と自主的にトレーニングすんだよ、器具あるから。いやもうますます鬼ヶ原に似てきたよね。なんか顔つきもさ。まあでもあとは見守るだけだからな。いやこの家族3人の、いやちょっと仲いい家族になってよかったね。なんか結局子供の頃は全然パンクが鬼ヶ原と仲良くなってくれなかったりしたけど、家族のひとときを。あ、まあでもパンクにもさ、ちょっとさ、学校で知り合った友達とかさ結構いてさ、学生時代にいい感じの関係になった男の子とかもいんのよ一応。こいつなかなか見どころあるでしょ。武将者で悪人だから。やっぱね、このぐらいじゃないと鬼ヶ原は OK 出さないよね。彼なら鬼ヶ原も納得して安心して娘を任せられるんじゃないかと。でこっちにも男の子いるけど、これ善人だから、これじゃ納得しないよ鬼ヶ原は。いやーすごいな、老夫婦なのに普通に娘の前でキスとかするんだもんな。いいことだな。うわー、さっきより緑ゲージが、うわー、うわー、鬼ヶ原ザックレイジの長い人生が終わろうとしています。身辺整理をする頃合いでしょう。
だって今ど深夜なんだけど、もう深夜の間にもう寿命尽きてしまいそうな勢いじゃん。ちょっとなんかそれ悲しいな。うわ、ゲージマックスになったよ。でマックスになった途端ってわけじゃないのかな。こっからはいつ迎えが来てもおかしくないみたいなこと。これちゃんと朝目覚められる鬼瓦。だから悲しいよ、このまま目覚めなくなったら。あ、起きたね。あ、よかったよかった。まだ朝の4時だけど、4時半だけど。早いな。いや、切れてんな。ギターのテクニック冴えてんな。寿命間近の人間の技の冴えじゃないでしょこれ。かっこよすぎだろ。さあ、鬼瓦もそうだし、リバティもゲージはマックスになったんだけど、意外ともうちょっと持つのかな。なんかあれかな、もうまあちょっとさすがに孫の顔を見せるには間に合わないかもしんないけど、こう結婚相手を紹介して親を安心させるみたいなのはありなのかな。ちょっとこの高弘くん家に呼んでみよう。なんならプロポーズしよう。そしたらもう二人とも安心でしょう。来た来た来た、すぐ来た、すぐ来たな本当に。お前それ私服なの？うわ、ファーストキスとかできちゃうかもしんない。行こうか。こんな家の前でやんなくても玄関先で、家の中からは丸見えなんだけどね、こんな感じだから。いやいや、いいね、呆れるほどキスしてるね。これはもういいのでは。交際を申し込むとかなんかそういうことしても。お前何やってんの？お前マジで何やってんの？じゃあリバティ片付けて。いやー、この辺ちょっと鬼瓦に似てるのでは。やっぱ彼なら安心でしょう。鬼瓦も邪魔だっつんだよ、テレビ見んのに。その1、なんでバイオリンテレビの前に移動してたんだ。ちょ、一旦やめて、一旦。あった、交際を申し込む。それやって、交際申し込んで。お、喜んでる。よかったね、ダカイドはザ・パンクのボーイフレンドになりました。うわ、もうプロポーズとかいうコマンドも出てるよ。出てたよね今。え、やっちゃっていいのかな。あ、いやでも子作りを試みるというのもあるな。先に試みたらもうこいつも言い逃れできないんじゃないの、プロポーズをより確実なものにするために。自分が今頭抱えてたな、娘のボーイフレンドを見た鬼瓦が。やっぱそういうのあんのかな。ちょっとね、娘が自分の手を離れていく寂しさというか。よし、試みよう。おお、おお、これもうその気ですよ、二人とも。両親の使ってるベッドで。じゃあ、ちょっと待て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 、お前すさまじくダセえな、リバティとお揃いのこのスリッパとちょっとね、しっかり上まで上げたソックス。お前すさまじくダセえな、こんなダサいことある？まあまあ存分に
お揃いだったよスリッパ。いや試みてますよ。ただうす、あ、さすがにちょっと離れたね。この位置から丸見えだったんだけどね。今直前まで鬼ヶ原パソコン触ってたでしょ。いいよパソコン使ってて鬼ヶ原。あ、戻ってきた戻ってきた。ガラス1枚隔てて娘が子作りを試みてますよ今。すごいなこの状態、よくゲームやれるな普通に。ちょっと可愛い感じのゲームやってるし。いや、あ、あ、済みました。いやお前ほんと凄まじくだ。あ、戻った。凄まじくダサかったぞこれ。もうこいつ言い逃れできないでしょプロポーズしても。だって子作りを試みたわけだからね。これで断ったらとんでもないことだよ。逆、こっちが指輪渡すのかよ。なんだこのボンクラ。おい、これもしかして成功でもプロポーズ。おめでとう。ザ・パンクはタカヒロと婚約を結びました。いや、こういうのはね、やっぱり親が生きてるうちにやんないと。しかしまあこの日もなんか普通にあっさり過ぎてしまったな。ん？あ、あ、あ、夜中になんか鬼ヶ原だけ目が覚めたと思ったら、マジか！ついに？シムの誕生から自然死までプレイする。だって、実績。うわ、鬼ヶ原ザ・クレイジは長い人生を送ってきましたが、とうとう最後の時がやってきたようです。老衰によって亡くなります。老衰か。まあでも幸せなことだよね。そっか。え、ちょっと待って待って。え、これどうなんの？ちょっと起きて。起きて、リバティ。パンクも。ちょっと待って、何この声。うわわわわわ、露骨な死神が来た。あの、シムズ3でもこんなんいたわ。露骨な死神。ちょっとさ、娘も起きてきたな。なんか話しかけて食い止めるみたいなのできないの？嘆願するっていうのあんね。でもグレーになってる。なんだ？ちょっと、リバティ。やめた。あ、ザ・クレイジーの命乞いをする。命乞いしようぜ。助けてやってくださいよ。お願いしますよ。命乞いする相手、あ、こっち。あれ？命乞いすっとやめなかった。ちょっとこれ悲しいな。でもなんか、こう、愛する家族にね、見とられるっていうのは幸せなことでもあるのか。昨日まであんなに元気だったのにな。あー、すげー泣いて、パンクすげー泣いてるけど、リバティすげードライ。どこ行くの？風呂入る気ですねこれ。ちょっと体が臭いので風呂入ってますよ。ちょっとリバティも泣いてあげてくれよ。俺パンクはいい娘だな。うわ、今刈り取られた魂を。あー、鬼瓦が骨董品と化してしまった。骨壺みたいなことなのかな。あ、なんかいろいろある。ザ・クレイジーを追悼するとか。マジか。助けらんなかったか。ん？ちょっと待って。え？こいつ今パソコンで遊ぶ気ですね。死神。ちょっと待って。あれ？座りましたよ。お前何やっちゃってんだよ。ほら、あんなに泣いてるよ。お前の仕事で。まあ、彼も仕事だから仕方ないかもしんないけど。遊んでる。ちょっと。いや、リバティ、意気消沈とかなってるけど、嘘でしょ、これ。風呂入ってっからね。もうめちゃくちゃだよ、なんか。あ、泣いてる、でも。風呂入りながら泣いてる。
そっか、悲しいな。話しかけれんのか。面白い自己紹介しましょう、死神さんに。ガバファ。はい、面白い自己紹介しました。ダメだった。ちょっと嫌われちゃったじゃん。嘘だろ。なんかこうどうにか仲良くなれないかな。キャリアについて聞く。死神のお仕事について聞く。実を言うとこっちは趣味なんだ。いつもは掲示板にいるよ。フランク、死神フランク、趣味で殺されたの鬼瓦。いや、まあ寿命が来たから仕方ないとはいえ、なんかリバティ陽気になってんじゃん。さっきまで意気消沈だったのに。嘘だろ、なんか悲しいわそんなん。すごい、ちょっと死神とお話しするのが楽しいぞ。でもちょっとね、この動画、鬼瓦と鬼瓦が死んだら終わりのはずだったんだけど。うわ、消えた。お、マジかよ、もっと仲良くなりたかったわ。あ、でもいるわ、こういう関係にいるわ。大人とかそういうのじゃないでしょ、死神は。何やってんだよ。なんか呼び出すとかできるのかな。あ、呼び出すことはできないのか。でも電話で話すとかはできんだ。電話で話してみよう。いや、でも悲しいな。何かよ、今寝てるから後で電話して。フランク、すごくなんか仲良くなれそう。なんだよもう。ちょっとリバティの切り替えが一番悲しいわ。この切り替えようが。リバティもなんかそう、骨壺に向かってさ、追悼したりしようよ。ちょっと動かしてあげよう、この辺に。いやー、あ、意気消沈に戻ったわ。骨壺見てハッとしたわ、リバティ。うわ、二人で泣いてる。あ、なんかこの光景は普通に悲しいな。まあそうだよな、愛する家族だからね。鬼瓦はまあろくな人間じゃなかった部分もあるけど、でもそのリバティの寿命ももう少しだからね。なんか残されたパンクはちょっと悲しね、かわいそうな部分もあるけど、まあでも孫の姿は見せられなかったとはいえ、ちゃんと結婚はできたし、婚約者はいるし、また彼女が孫とかを産んだらね、鬼瓦の命が紡がれていくみたいなことになるんじゃないでしょうか。うわー、ちょっとなんか悲しいな。うわ、もう布団で泣いてるよ。意外と娘に慕われてたんだな。泣き寝入りだって、コマンド。いや、でもなんかちゃんと悲しんでくれる人がいてよかったね、なんていうかさ。まあ死因も老衰だし、結構幸せな人生を送ったんじゃないの。よし、じゃあ最後に2人に追悼の音楽を奏でてもらって終わりにしましょう。まあ、このシムズというゲームは、まあ、終わりがないので無限に遊べるゲームではあるんですけど、でもこの動画は、まあ、前から言ってるようにスリッパお揃いなんだよな。前から言ってるように鬼瓦という男の人生を陽気になっちゃったよ、奏でてるうちに。リバティ、鬼瓦という人間のね、一生を追いかける感じでやってきたので、まあ、この動画は、この実況は今回で終わりということになります。まあ鬼瓦という男は長い間犯罪者として生計を立てて、若い頃は意味もなく人を殴ったりして、結婚してからもね、相手が幽霊とはいえ浮気もしてしまいましたし、まあ、決してなんというか善良な人間とは言えなかったと思いますけど、そんな彼にもこうやって悲しんでくれる家族がいてね、まあ、そして、まあ、誰にとっても死というのは平等に訪れるものなので、安らかに
眠ってくれることを祈りましょう。この骨壺にカーソル合わせるとね、鬼瓦ザ・クレイジー、安らかに眠れ、安らかに眠ってもらおう。まあ長いことこの動画もやってきましたけど、まあ最後までありがとうございました。まあなんかね、あんまりこの動画では使わなかったけど、このシムズ4拡張パックっていうのもいろいろあって、拡張パックじゃないといけないマップに行けたりとか、大都会みたいな場所とかね。まあもしかしたらいずれそういうのを使ってまたなんかやるかもしれないですけど、まあ、その時はまたよろしくお願いします。というわけで、まあ長い間改めてありがとうございました。また別の実況でお会いしましょう。